どうも、おはこんばんにちは、ホビドワです。ダークソウル2プレイ再開していきたいと思います。さて、前回のところに行くぜってことでこうかで、なんだけど風車あったじゃないですか、ぐるぐる回ってたやつ。あれどうやら火つけられるみたい。そういえば確かに下のサインの方に松明が有効だって書いてありましたよね。それだ、多分それだ。ただどういう風に火をつけるのかよくわからないので、ちょっと試してみようぜってことで、ここで切り替えて松明に火をつける。最近松明使う機会が多いよね。でつけに行こうか。ここだよね。あ、痛い。何このザ序盤で積むみたいな感じ。はい、速攻で死んだよ。 You die。ごめん、こんな早く死ぬと思わなかったんだけど、ちょっとドン引きだな俺。ちょっとないわ。はい、もわもわいきますよ。火つけてっと。とかあいつらが大量に来るのは考えてなかった。普通に全く思ってなかった。でかい鍵盤剤。毒やめて、毒はやめて。毒にならなくてもすげえダメージ入ってんだけどね。毒になったよ、しかも。はい、倒しとこう。倒さないと別の意味で死ぬ。もうこの際ちょこっと毒が入るぐらい気にしない。俺はもう気にしない。ヒント？火をつける。火つけられるのかよ、これどういうことさ。これ火つけるとどうなるのっていう話なんだけど、俺はよくわからない。何も変わってなくね？動きが止まるだけ？はい、元に戻ろう。ちょっとここから他のところも見てみるけれど、割とどこへ行くか不明だな。そういえば前回で盾をちょっと強化していい感じなんじゃねえの。ちなみにスタミナ回復効果が上がるとかはないからね。どうするかな。あれ壊した方がいいんだけど。相変わらず俺の攻撃当たらねえな。はいっと。止まっただけだよな。ああ、辛いわ。こいつらと数体同時に戦うのが辛いわ。はい、オッケー。ここはもう聖者に一回戻っとくかな。ただ事故で死にそうなんですよね。さっきみたいな感じでいきなりこいつらに襲われたりとかして。あとは本当操作な。この上か。こう光ってるけど、あ、やっぱそう。召喚祭、人見知りの霊。下にもう一人呼ぶ。霊だけでいいか。霊さん、前に特攻で上に、おお、こんなところにあったんだ。気づかなかった。ああ、ここ開けたやつか。あー、開けとこ。これは、これ開けるやつだよね。強いて言えばこれ？この上上がったところに何かあるとか。そう、レイさん足がピカピカ光ってるけど、高いところから落ちてもダメージ入りませんよってこと？多分そうだよね。特殊な足のあれだよね。あれ、俺引かなかった？途中でキャンセルしちゃった？あ、いたいた。行くぜ。ここからどっか登れたならいいんだけど、多分登れないと思うんだ。登れない。ああ、魔法使いさんか。いたもんな。こ
こっちから逆走していってどっか行けるか見てみようぜ。ここはあいついてもう無理だったんだね。エストビンお前も持ってるのか。使おうとしてましたよね、明らかに。エストビン黒なんとかの槍、うん、ここは違うのは知っている。どこから湧いてきた。上の方ですってね。はい、割とマジで道に迷ってる件に関して、この魔術師さんいつも思うけどセクシーだよね。竜の力の5分ってなんだ。竜の力の5分って、人見知りの霊が死んじゃう、このままだと。何、今なんか変な指もらった。これか、そんな重要なものをドロップしてるのか。プラス1だぞ、しかも。いいね、スピードの時間の効果を伸ばす。これ魔術師系だったら最高だよね。俺違うから。でどうするの。あとはもう落ちるか落ちるかだとは思うんだけど、どうでしょうか。あ、これ回ってねえや、回らなくなったね。だからどうという話だけど、そこから出られるだけだよね。毒に侵されただと思ったよ。なるとは思ってたよ。ん？なんでお前急に攻撃したんだ。俺が何をしたって言うんだ、レイ。やめてくれよ。急に私はここにいますと主張しなくても知ってるよ。大丈夫だよ。この先アイテムがあるぞ。そんな、まさか。あの宝箱の中だったっていうのか。さて、号令のネタはやめてと。嘘だろ。これおそらくあるであろう、ボス部屋に着く前に死んでしまうのではないだろうか。私またか。てかここ序盤の場所だよね。レイどこ行ったレイ。死ぬなこれは。死ぬなこれは。ですよね、だと思いました。ともザ・グダグダプレイですよ。いや本当に、でもどこに行けばいいんだろう。場所が分からんな。あと仲間が役に立ってねえな、攻略関係では。どこだろう。ここから出て落ちれる、落ちれないよな。あ、まあ落ちるけど関係ないだろう多分。ここから上へ行ったとして、この当たらないっていうのが辛いよね。はい、 OK。 あ、そうだそうだ、トラップトラップ。でこの上登っていったところがさっき降りたところだよね多分。ザ・敵の大群に襲われたところだよね。おっと、はい、で、あそこに敵いるしゴールっぽいな。だが問題はどうやって向こう側に行くかだよな。あ、ここ道2つあるのか。こっち行ってないってこと。あ、そうだそうだ、序盤に確かにね、あったねあったね。あ、よかった、道が分かっただけでいいや。よし、今回はここで終了でもいいんじゃないだろうか。ダメですね、わかります。じゃあできますよ。ああだと思った。大丈夫、ちょっとそれは思ってた。あ、お前か。ちょっと予想してたやつではなかったね。はいはい、本飲んどこか。これ取っといた方が良かったかな。今使っといて思ったけど。
いは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 い。ふっとなっと。アイテム結構落としてるな、お前。いいのか？竜の力の護符。竜の力の護符って一体何なんだろうね。ちょっと試しに見てみよう。竜の力の護符。竜の力の護符。これか？んーん、どこだ？竜の力の護符。竜の力の護符。最終的なかかりの組み合わせ。あらら、これか？ないな、竜の力の護符。よし、わからん。多分あそこら辺にあるんだろうけど、見つからん。これね、隠し扉ありそうだよな。ここら辺。うん、あそこから特攻仕掛けてもいいけど、とりあえずぐるぐる回ってみるか。俺、この音知ってる。ああ、でも俺が考えたやつではなかったわ。どうせ毒になるんだろう。なんだ、なんだここは。この先幻の壁があるぞ。ところでかがり火、本当だ、素晴らしい、勇気万歳、かがり火だ、なんてこったい、かがり火があったよ。そして明らかにこの下ボス戦だよね。よし、ではボスに挑む前にこちらを探索だ。多分さっきのところアイテムだろ。で、毒になるパターンだよねこれ。毒になるパターンも何もな、なるだろうさ、自然と。あ、あるね、明らかにあれが。今回毒ひどいよね。回復、回復というか毒の進行を遅らせてる感じだよね、ぶっちゃけ。あるある宝箱、確かもういて、ここにいたような、いたいた。回復な、どうせ上のかがり火で回復するので、よしとしよう。攻撃宝箱、宝箱を攻撃しろってことがとうとうミミックか。緑草、ファロス使うところだ。何個もあるよね、無駄。この先毒に注意しろ。どういうことだ。まあ、攻撃しろってことはこれだよね。あ、ミミックだ、ミスターミミックだ。倒しろ。おお、なんだその坊主はミミック。作業用服、闇の抵抗。うん、微妙。無駄って書いてあるんだけど、どうするよ。行く？行くか。無駄って書いてあっても使っちゃう私。ごめん、予想外に無駄だった。足を洗い流すための場所ってこと？毒になってたら、ほらなんか足に毒がこびりつくみたいなのあるじゃない。嘘だろ。まあいいや、もう予想外に無駄だった。多分無駄でもまあなんかどっか行くんだろうみたいな、そういうね考えだったんですけど、全くそんなことはなかった。うん、ダメだった。ここから行った方がいいよね絶対。ちょっと待って、普通に降りようぜ、普通に。え、はあ、うん、うん、いいけど。あ、これは違うのね。宝箱右、宝箱左。何も俺からは言うことはない。何かの化石、さようか。ファロスの石を無駄に使ってるよね最近。もうトータル2つか3つぐらいでね。宝箱いいや。おっと、そうだそうだ、魔術師だよな。そして強いやつが一体、まあ、回復1回ぐらいだったら別にしてもいいし。はい、よっと、 OK。 で、あそこのやつらを射撃でやっちゃってもいいんだけど、あー、そうか、前回買った矢を装備していないや、まだ。来ていないよね。来ていないね。なんて薄情なやつなんだ。気に入った。さて、これを装備しまして、ああ、這い寄ってくるやつらか。こいつは死ぬ時なんか出さないか、ならばよし。どうせ地面には遠距離戦が有効だとか書かれてるんだろうな。
やべえな。無駄玉打って、ちょっと消費してしまったな。お、運よく後ろ判定にあったぞ。絶対後ろじゃなくて横だった気がするけど、まあまあいいや。よし、ここは絶対ボス戦だとは私は思うんだが、どうなんだろうか。ここら辺で死んだ人多いな。なんだこれ、毒塊死というのも手に入れたぞ。この先松明がいるかだ。そしてこの先ボスがあるぞ。うん、松明はまあいいや。行くぜ、おい。ボスだよ、ボスだよ。毒の妃みだ。早速毒だよ。おっ、なんだ、おお、おほ、へへび女。はいはい。なにそれ。いや、やめてください、お願いします。やめてください、お願いします。あ、これ、後ろ下がると魔法撃たれる？おっと。痛い。外した。これ仲間呼んだ方がいいって、設定。なくてもいけるけど、なくてもいけるかもだけど。はい。今だ。ただ、HP が低いっていうか、俺の攻撃力が高いのかな？来る順番絶対間違えてるね、ボス戦。魔法防御意外と高いのか、この盾。そうでもない、なかったはずだけど。はい、一発。左にぐるぐる回りつつ近づくか。これあれだよな。避けた後一発やった方がいいよな。こんな感じだけど。こんな感じではあるけど、ちょっとやり方間違ってるよね、俺。ほっと、ガード。はい、一発。当たってないね。そらないわ。自分の首投げるとか。間に合わないな、多分これ。お前になった。運がいい。あ、嘘だろ。やめてくれ。やめてくれ。エストビンガブのビナウ。回復が間に合ってねえよ。完全に。1、2と。やりすぎた。もう一発。もう一個飲んどこ。しかし珍しいな、回復が間に合ってないって。エストビンかなり強化されてるから、まあいけると思ったんだけど。倒した？いけた。後半ゴリ押しだったよね。後半めちゃくちゃゴリ押しだったよ。毒の妃ミダのソウルを手に入れた。いや、おい。よし、行こうか。あー、そういえば、この人、確か、この人かな？これあるじゃないですか。これ？これのプラス2を入手するには、ここでかがり火のレベルを上げて、この人と戦えばいいんだったかな。多分、名前的にこれだったと思うので、どこで見たんだろう。多分、知り合いから聞いたんじゃないや。誰かのプレイ見たことあって、それだったと思うんだ。ここだ。ここがどうしたんだ。ここじゃない。さよか。ここでもないんだろう。だと思ったよ。溶岩夢みたい。溶岩夢みたい。引けない。エストビンを使って念のため回復。溶岩。トラップ。あ、トラップではないみたい。ただ下には落ちてしまいそうだな。これで呼び戻そう。いや、トラップじゃないならトラップじゃないでいいんだけど。要は新しい場所に着くってことだよね。引けへん。待って、どうすんのこれ。呼び戻せないんだけど。あ、出た出た。上に着くまで時間がかかるんだろう、多分。きっとそれ。ちょっと待とうか。音が聞こえないってことは相当上の方だよね。さて、現在1レベル上げるのに必要なソウル数が1万5000、今3万3000あるので2レベルほど上げられますね。
相変わらず体力の方に振ってハベルハベルするように頑張ろうか。来たぞ。では上の方へ行こうか。上の方へ行っていきなり死ぬとかはなければ俺的には全然問題ない。いやー、しかしハベルの鎧いいね。他にもでも今作は結構かっこいい鎧多いんですけどね。前作でずっと使ってた上級騎士の鎧にしろ、もう本当趣味で使う感じですよね。ただハベルはめちゃくちゃ重いからおすすめできないな。その代わりゴリ押しがちょっと楽になるよね。まさに脳筋。お、出た出た、かがり火どこ、防御室行こうか。このスケルトン動かないよね、いきなり。溶鉄状、白だ、かっこいい。なにこれ、あれ前作で言うあれ、あ、かがり火やった、よかった。前作で言うあれじゃないよね、アノールロンドじゃないよね、雰囲気的に。アノールロンドじゃなくて、なんか地獄のどっかについたような感じだよね。熱い。あ、あそこアイテムある。嘘だ。あれか、炎耐性上げてあそこまで行けばいいのか。階段の下ですね、明らかに。へえ、行くか。さて、とりあえずレベルを上げよう。で、当然のように体力、体力、体力、体力上げて、毒が上がるんだよね、毒耐性。そろそろ100になるで、装備重量。おお、こいつ、鎧というか、防具が、ジェスターというか、道化師みたいなやつですね。ハベルハベルできない山だ。こうすると、よし、できる。できるぞ。どうする？一時的にあれなしでもいいかな、もう。見えてよ、これ。最高だぜ。よし、これで腕がちっちゃいみたいな違和感がなくなったぞ。完全にハベルですよ。あと若干もう慣れてしまったからなのか、この盾の色がハベルの鎧に合ってるような気がする。よし、防御力かなり上がったはずなんだけど、全体で100ぐらい上がるんだよな。あれめちゃくちゃ高いんだよ、防御力。それなりだね。物理防御力108、あれ通常の防御ってことだよね。装備での防御力、これ844と1066、炎耐性142、それなりに高いんじゃないのかな。さてと、といったところだけど、今回はここまで一旦終了とさせていただきます。次回もこのままね。エストのかけら持ってたの？持ってないよね、だよね。さて、このまま先の溶鉄城をクリアしていきたいと思います。では今回はここまで、また次回でお会いしましょう。ホビドアでした。